キム次席研究員は4時間にわたって財団のために働いていたが、あたかも最初の入門講義で金床に頭を直撃されたかのごとく粉砕されたような気分だった。今は昼食時間であり、彼はカフェテリアのかなり奥に誰にも煩わされない隅っこを見つけ出していた。異常性のない食べ物を噛んで飲み込み、目視録的に濃いコーヒーを飲み、今朝方のきつい講義を消化できる場所である。財団支給の携帯で彼はイライラしつつ、自分のクリアランスに開示されている少数の SCP ファイルを閲覧していた。そのほとんどはジョークであるべき存在だ。それが読んだ感想だった。非常に悪趣味で、ダークで、恐るべきジョーク。キムは新入りの次席研究員11名のうちの一人で、他の10人は別なテーブルで別なグループを作って座り、お互い活発におしゃべりをしている。数名の講師たちもいて、サンドイッチをもぐもぐ食べている。彼ら以外にはカフェテリアは閑散としている。カフェテリアは200人以上が座るのに十分な広さがある。キムにとってこれは奇妙なことだった。サイト41はコロラド州中央部の森の中に何気なく埋められた大々的な地下空間を有する全3棟の巨大な秘密建造物だ。他の皆はどこにいるんだろう。灰色のスーツを着た男がカフェテリアに入ってくると、キムと目を合わせ、目的ありげに大股で近寄ってきた。男のスーツは実際着れるのではと思うほど鋭い。レンガとほぼ同じくらい大きなネクタイピンとプラチナの腕時計を身につけている。男はひどく場違いに見えた。サイト41は実際的な業務のサイトなのだ。訓練、教育、研究、開発、分析。さらにはごく少数の政府クラスの SCP の収容も行われている。管理職員がここにいるべきではない。じゃあこいつは何だ？ヘリパッドを探している迷子の重役？または研究者か講師が実際の業務ではなく求めている職らしく扮しているんだろうか。一日目は大変なものさ。男は言い、手を差し出した。アラステア・グレイだ。姓の綴りは E の方でな。キム。キムは答えた。ポール・キムです。君に会えてよかったよ。もし構わなければ聞かせてもらいたいが、君の訛りはどこのものかね。キムは目をまたたいた。ニューヨークですか？彼は言った。私はニューヨークの出身なんです。あなたはサイト管理者ですか？緊張しているようだな。まあ、当然じゃないですか。キムは尋ねた。あなたならあの導入がどんな流れで進むかお分かりでしょう。自我に原爆を叩きつけられたようなものですよ。私の知っていたほぼすべてはさっきひっくり返されたばかりなんです。成人してからの人生をずっと危険な知識から保護されて過ごしてきたことに気づかされた。あたかも外の世界が全部、7歳児未満のためのボールプールであるかのようにね。そこから踏み出すというのは、屈辱的です。まず第一にこれです。それに、彼は再び目をパチクリさせた。あなたは一体ここに何をしに来たんですか？私の質問には答えてませんよね。私の質問にも答えていないだろう？グレイは言った。答えましたよ。キムは言い返した。私の出身は…そこで彼は言葉を切った。彼の思考はレールの終端から宙へ飛び出した。グレイの質問への答えは下の先まで来ているのに言葉が出てこない。妙だな。彼は首を振りながら言った。
この時点でキムはグレイがバッジをつけていないことに気づいた。単純な手違いかもしれないが、それでもかなり深刻な手違いである。やることすべてを厳正に管理できずに幹部クラスになれるものだろうか。あなたは誰です？キムはもう一度尋ねた。君の人生談は魅力的だったよ。え？君は4カ国語を話した。グレイは彼に語った。今は1カ国語だけ。そしてすぐにゼロになる。一分野に特化するためにはあまりに巨大な知性を持つ君の得た技能は生化学と比較文学の融合だった。異国の考え方をもっと頭に詰め込まなければ死んでしまうかのように感じていた。君は世界中に赴き、空腹で訪れた全ての国は君にとって別の惑星に上陸するようなものだった。君は人類学をもてあそび、しかし人間一人は愚か、人類が理解するにも世界はあまりに大きすぎる。人類はあまりに多すぎる。少しずつ減らしていくべきだ。キムはうなずいた。ちょっとだけ失礼しますね。彼は立ち上がると別のテーブル、今朝早く会った講師へと急いで近寄った。彼女に近づいたとき、キムは静電気のような感覚が湧き上がるのを感じた。彼は彼女の肩をつかみ、少々動かすことはできたが、それはまるでタールをかき分けようとするようなものだった。ねえ、問題があるんです。侵入者がいます。SCP かもしれません。博士、こっちを見てください。もしもし。彼女は反応しない。仲間の侵入職員たちの一団にも声をかけたが、彼らは話したり仮説を述べ合ったりし続け、キムが耳元で叫んだり手を打ったりしていることに全く気づいていない。おい、みんな聞いてくれ。まずい、まずい、まずい、まずいぞ。彼は振り返る。グレイは立ち上がり、自信ありげな笑みを浮かべたまま彼に向かって進み始めた。そして彼には今や明らかに異常な点があった。キムの眼球に改造手術で現実ホロプロジェクターが押し込まれたかのように、グレイの姿はテーブルを通して見えているのだ。瞬きをしている最中ですらグレイが見えていることに気づいたキムを恐怖が差し貫いた。まぶたが降りているのにグレイはまだそこにいる。それはキムの人生のすべてを個人的かつ私的な暗闇に留めるための空間に現れた幻影だった。グレイを見ることを避ける唯一の道は顔を背けることであり、そうしている間も眼球の裏ではチクチクする感覚が放射されていた。キムは新人の一人に電話を試みた。新人のポケットの中で電話は鳴り、それ以外には何も起こらない。誰も反応しない。そんなバカな、キムは言う。父親のことを覚えているかね、グレイが言う。父親の顔は知らない、キムは言い、じわじわと距離を取った。私は母さんに育てられた。グレイの白い歯を見せつける微笑みは固定されたままだった。この人々は君の将来性を愛していたよ。彼らは君を異常な反ミーム関連の職務に割り当てようとしていた。だが彼らは君の存在を覚えていない。君は存在しない。キムは主に自分に言い聞かせるために口を開いた。このサイトに危険な SCP はいない。ここはセーフサイトだ。だからお前は危険じゃないか。誰もお前が存在することを知らないかのどっちかだ。もし誰もお前の存在を知らないなら、それはお前が新しく入ったやつだからか。あるいは、お前は、ハンミームってのはなんだ？一日目は大変なものさ。グレイは言う。お前には知性があるのか？キムは聞く。緊張しているようだな。グレイは言う。
ヒムは走った。カフェテリアを出て角を曲がり、廊下を10本か11本、エレベーターのある場所まで疾走した。彼は下ボタンに突き刺すように指を押し当て、待った。エレベーターのドアはかなり磨き抜かれて反射している。キムは表面に映る自分の顔をふと見て、ショックのあまり危うくそっと押しかけた。それは今まで一度も見たことのない、しかし明らかに自分の顔だった。畜生、ダメだ、ダメだ、ダメだ。彼はつぶやいた。何が起こってる？一体何が？グレイが未だ散策でもするような足取りで角を曲がってきたちょうどその時、エレベーターが開いた。キムは飛び込み、最下層の地下8階のボタンを殴りつけた。本能的な行動だったが、後から考えると、彼は決定を合理化することもできた。奴はそのまま車に乗ってドライブに出たりはしないはずだ。グレイを合理的な現実世界に解き放つより、サイトに留めておいた方がまだいい。そのためには、私は自力でアクセス可能なサイトの最下層、最も暗い隅に退避した方がいい。そこでグレイを待ち、背後にあるすべてのドアをロックする。そして死ぬのを待つ。エレベーターは降下を始め、グレイの幻影、かっこドアと床を透かして見える、は、情報に見えた。距離が遠く、視界が狭くなるにつれ縮み、しかし依然としてキムに満面の笑みを向けながら。キムはエレベーターの中を歩き回った。私は自分の顔がどんな見た目だったのかを覚えていない。奴は私の二次言語をすべて食ったというが、私には英語以外の言語を学んだ覚えがない。つまり、奴は私の記憶を食っている。情報を消費している。そして誰にも直接接触できない以上、私は一人だ。こんなことの訓練は受けていないぞ。彼はエレベーターの壁に頭を打ちつけ、靴を見つめた。だがそれも私にはわからない。もし私が訓練を受けていて、思い出せないだけだとしたら、もし私がここで何年も勤務していて、今日が初日だと思い込んでいるだけだとしたら、もし私が過去に奴と遭遇した経験があるとしたら、もしサイトの全員が奴と何度も顔を合わせていて、そして誰も覚えていないだけだとしたら、これが反ミームの意味なのか。キムはほぼ空のカフェテリアを思い返した。そして完全に空いた状態で何マイルも続く廊下や無人のオフィスや研究室を。多分奴は記憶を食うだけじゃない。おそらくは人間を完全に食って歴史から完全に消してしまうんだ。きっと何年もこのサイトに出没していたんだろう。だからこのサイトはこんなに空いているのか。奴が私たちをほぼ根絶やしにしてしまったから。助けが必要だ。誰かに警告しなくちゃならない。どうやって？人には話しかけられないし、電話もできない。私は、SCP の報告書を書けばいい。だがきっとそう考えた奴がすでにいるはずだ。彼は携帯電話を引っ張り出し、リストを呼び出した。1万件に近い SCP エントリー。そのうち、反ミームとだけ、タグ付けされているのは100件だ。キムは神経を研ぎ澄ませた。綴りが E のグレイ。GREY。4739。SCP-4739。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。時間が重要なので、フォーマットは無視します。これを読んでいるなら、あなたはすでに財団全体から孤立しています。助けを求める試みは無駄です。あなたは今、4739の食堂の中、飲み込まれて消化を控えている状態です。できるだけ早く研究室 S041B08-053 へ向かい、
自分が殺される前にグレイを止めるか殺す手段を発見できるまで研究を続けなければいけません。続きはエレベーターに乗るまで読まないでください。この瞬間、エレベーターのドアが地下8階で開いた。アラステア・グレイが相も変わらず微笑みながら待っていた。彼は前に踏み出した。無我夢中でキムは携帯を怪物の額に上手投げした。金属のガツンという音が響く。見事な一撃だった。グレイは後ろによろめき、壁に頭をぶつけた。彼が立ち直った時、キムはすでに視界を外れ、左の回廊を突っ切って、ただ足跡ばかりがコンクリートの上で反響しながら遠ざかっていった。45度のターンを2回した時点で、53号室は視界に見えてきた。最も遠方のドアだった。潜水艦の隔壁を思わせる見た目だった。キムは入り口のキーパッドに目を留めた。4桁。4739を試すと一発で当たった。隔壁メカニズムが開くまでに苦悩の数秒間があった。早く、早く、早く！母親のことを覚えているかね。彼にグレイが回廊を下りながら呼びかけるのが聞こえた。母親のことは知らない。私は孤児だった。キムは息を吐きながら小さくつぶやいた。ほんの一瞬、グレイが本当に言いたかったことは何なのか疑問に思ったものの、それを深く考える時間はなかった。隔壁が開いた。キムは滑り込み、後ろ手に隔壁を閉めて機構をロックした。あたかもそれで1秒でも稼げるかのように。内部の研究室はかなりの大きさで、当然ながら窓はなく、キムにはほとんど見覚えのない機材の寄せ集めが天井まで積み上げられている。足元には分厚いガラスの破片が散らばっていた。隅にコンピューター端末があり、ロックされている。キムがロックを解くと、先ほどと同じエントリーが彼を待っていた。説明。SCP-4739 は、アラステア・グレイと名乗る白人男性の企業役員の姿で出現する強力な遅効性の反ミーム殺害エージェントです。SCP-4739 は有機的に保存された情報の密なクラスター、すなわち非常に知識が豊富で複雑で好奇心のある人間に誘引されます。SCP-4739 は犠牲者を反ミーム領域に包み込み、犠牲者自身の存在やその行動を知覚、記憶することを不可能にして、外界から隔離します。SCP-4739 は、犠牲者が栄養分となって死亡するまで、その記憶と知識を消費します。このプロセスには、15分から2時間ほどかかり、アルツハイマー病の早送りに例えられます。SCP-4739 は、知的存在とは考えられていませんが、不注意な人間からはそう見える程度に知性があるかのような振る舞いを模倣します。犠牲者は自由に移動行動することが可能ですが、一旦捕まると逃げること、助けを求めることは不可能です。手書きメモ、落書き、電子メールなどの意思疎通媒体は送ることが可能であり、現実世界に残り続けますが、SCP-4739 の効果は各メッセージに拡散し、外部の観察者は自分が SCP-4739 に捕まるまでメッセージを知覚できなくなります。あなたが現在読んでいる SCP エントリーは SCP-4739 の犠牲者しか視認できないため、犠牲者たちによって作成、維持されているものです。あなたがこのエントリーを読んでいるなら、SCP-4739 はすでにあなたを捕獲しています。あなたは今、財団全体から孤立し、財団を構成する事実上唯一の職員となっています。あなたはサイト41の地下8階にある研究室053にたどり着き、既存の研究内容を把握し、その研究を SCP-4739 を収容、または終了する方法が見つかるまで継続するために、もしくはこちらの方がありそうですが、死亡するまでに15分から2時間の猶予があります。
あなたの専門分野が反ミーム的収容に関連していない場合は、心よりお詫び申し上げるとともに、この分野を学び始めることを推奨します。早めに。2013年8月3日に集計を始めて以来、SCP-4739 は、人の財団の研究者を消費しています。初めてこのエントリーを閲覧している人は、マークを一つ追加してください。犠牲者の少なくとも 50% は、このデータベースエントリーを発見できないと見積もられているため、実際の犠牲者数はこの2倍以上です。でもどうやって殺せばいいんだ?キムは叫んだ。彼は研究内容をめくり続けた。誰にも整理する余裕がなかったせいで、研究成果は混沌として手当たり次第に配置されている。数十もの独立した線で研究が行われ、続きの犠牲者たちによるパッチワークで成り立ち、そのすべては言い回しを様々に変えた同じ締めの言葉で終わっていた。私は X を試します。あなたがこれを読んでいるならば、X は効果がなくて私は死亡したということであり、つまり手段 X の研究は行き止まりなので、他の何かを考えてください。キムは読んだ。誰もグレイと物理的に交戦することには成功していない。誰にもグレイを止めること、回避すること、減速させること、説得すること、身代わりに別な標的をあてがうことはできない。過去の犠牲者たちは理解しがたいアイデアという毒を記憶に混ぜ込もうと試み、グレイを減速させるために記憶を点滴のように少しずつ与えようと試み、グレイが捕食できるよりも速い速度で自分の記憶を置換しようと試み、グレイを食べ過ぎで破裂させるために大量の記憶を一気に強制享受しようと試みた。クラス A 記憶処理薬の過剰摂取で自殺を試みた。その全てに効果がなかった。おそらく大半が博士号を持っているはずの100人以上の人々がこの怪物の胃袋へと滑り落ち、短期間の戦いを経て、尊厳に皇帝の程度こそあれ、死んでしまったのだ。まだ試されていない研究は残っていなかった。もうおしまいだ。キムはそう結論付けた。彼は視線を上げた。グレイはまだ部屋の中にはいないが、キムの目には彼が最後の回廊をゆったりと下っているのが見えた。彼は完全に非実体であり、物理的な障壁は意味をなさない。彼を傷つけることはできない。キムは携帯を入れていたポケットを握りしめた。ちょっと待てよ。彼はもう一度画面をスクロールし、グレイと物体的に対決して死んだ3、4人の哀れな必死の犠牲者たちを見つけ出した。コンバットナイフとグロック拳銃、野球バット。キムは顔を上げて部屋を確かめた。なるほど、確かにバットがテーブルの下に転がり込んでいる。ある一人、得意分野から遠く引き離されてしまった高齢の植物学者は、とにかく何でもいいから一番重そうに見えるものを試してみる、と語っていた。これで粉砕された CRT テレビと隔壁近くの床に散らばる厚いガラスの薄い層にも説明がつく。植物学者の試みを映した CCTV 映像もあった。彼は文字通り何一つ達成していない。グレイはホログラフのごとき亡霊であり、CRT は彼を突き抜けて足元の床で爆発した。植物学者は動画の残り時間を隅にうずくまって過ごし、グレイが穏やかに見つめる中で徐々に心を失っていった。違う存在なんだ。キムは気づいて目を見開いた。携帯は情報が詰まった硬いレンガだ。そして私以前には誰も情報を飛び道具にしようなんて考えなかった。キムはグレイの標的を別なデータソースにそらそうとした実験を散在しているうちのいくつかを探した。大まかなアイデアとしては、あまりに大量の情報を含んでいる何かをグレイに向けてカフカを起こさせようという内容らしかった。インターネット、粒子加速器実験のテラバイト相当のライブ映像、
円周率の最初の数千兆桁を二進数で収容したハードドライブの山。しかし、誰もグレイの注意をそらす方法を見つけ出すことはできなかった。目立つように配置されたスクリーンをデータで満たしても、彼は無視する。電磁的にレーザーやラジオで発信されたデータにも効果はない。そして犠牲者の精神を経由し、余分な記憶として情報を通す手段を発見できた者はいない。研究は実行不可能であると締めくくられ、調査対象としては閉じられていた。キムが見つけたハードドライブは、コンピューターのすぐ横にあるワークベンチに乗っていた。ハーフラックユニットで大きさも重さも、ボーリング玉並みの金属でできた立方体だ。近接武器としては効果が最も見込めないであろう物体の一つ。キムは見つけられる中で一番長いイーサーネットケーブルを3本ひったくり、それで1本の鎖を作り始めた。その時、彼は自分が何者であり、自分がいるのがどこであり、彼がどのような責任を負う立場かを思い出した。彼はコンピューターへ向かい、SCP エントリーを開いて、自分を犠牲者の集計に加え、これから試みようとしていることを正確に書き留めた。もしも自分が最後ではなかったとしたら、世界はこの方法がうまくいかなかったことを知らなければならないのだから。グレイは研究室の隔壁をすり抜けて現れ、室内の機器の大半が床に転がされているのに気がついた。それはネットワークケーブルを編み上げて作られた長さ2メートルの鎖につながれ、ポール・キムが頭上で振り回している黒と銀色のドライブアレイのための空間を作る措置だった。それは回転しながら低くうなるような音を立てていた。全身を停止するほど賢くなかったグレイは、さながらモーニングスターのように、まずラックのマウントポイントからアレイを側頭部でまともに受け止めた。グレイは数兆桁の衝撃を吸収したが、それでも十分ではなかった。緑色の閃光が走り、地下鉄構内で漏電したような音がしたかと思うと、グレイは部屋の隅に横たわっていた。彼の頭はへこみ、部分的に破壊されたドライブアレイの破片が周りに散らばっていた。キムは気の利いた皮肉は後世の想像にお任せすることにした。あいつは反ミーム部門の階層構造を貪っていた。ホイーラは後日、キムにそう語った。危ない人間に歯を立てるのも時間の問題だった。あいつに狙われた時に基本的な能力を実証できたことにおめでとうを言わせてもらうわ。他の数十人にはできなかったことですもの。キムは未だに不安を感じていた。だが、ショックは予想よりも早く消散しつつあった。マリオン・ホイーラは、話によると反ミーム部門の主任らしい。彼女がキムの新しい上司だ。まぐれだったと言わせてほしいですね。キムは言った。私はただ携帯電話を投げつけただけで、それは本能であり、筋肉の記憶の問題です。あれは私の勤務初日であり、恐ろしく運が良かっただけです。まあ、そういうことを言いたいんですがね。ここに座って今言ったことをひっくり返してみると、それらはどれ一つとして事実じゃないじゃないですか。ホイーラは期待を込めて何も言わずに待っている。あなたは私の新しい上司じゃない。キムは言った。あなたは前から私の上司です。これは勤務初日の出来事ですらない。私はここで、そう、10年以上は働いているはずですよね。少なくとも2000年代の半ばから、専門的な反ミームの研究員だったはずです。グレイが最初に食らったのが、勤務初日以降の私の記憶のすべてだったという、それだけのこと。そしてそれでも、今日の出来事に運はほとんど関係していない。ホイーラーは言った。本能と筋肉記憶は単に深層における訓練の形。私が言ったように基本的な能力なのよ。
あなた自身の人生とあなたの過去の記憶を他の誰よりも早くまとめ上げ、直す能力。これこそ私たちがあなたに根付かせようとしていること。そして時にはありがたいことに効果が出るのよね。この話し合いをするのだって初めてのことじゃないですね。キムは続ける。他にも事件があった。他の反ミーム的なパワーを持つ SCP の関与した事件が。あなたはそこに座って、私が自分を立て直すのを見ていた。未だに見ていて飽きないわ。薄ら笑いに近いであろう何かと共に、ホイーラーは認めた。回復するのに普通、どれくらい時間かかりますか？数ヶ月。ホイーラーは言った。でも正直な真相が聞きたいのなら、この部門の職員は勤務1日目の能力でもこれまで通りにやっていけるわよ。エンジンフル回転で職務に取り組むか、あるいは全く何もないか、残りは微調整と科学。つまり実際に言いたいことは、私の精神状態なんぞどうでもいいから今すぐ仕事に戻れってわけですね。キムは言った。ホイーラーはうなずいた。手始めに更新された SCP エントリーが必要ね。グレイの捕食パターンのモデルと、あなたが奴に正確には何をやったのかを明確に書いてほしいの。グレイが犠牲者の死体をどうしていたのかについても取り組んでもらうわ。焼却したか、分解したか、あるいは知覚的に覆い隠されて腐るがままにサイトの周りで放置してあるか。あとは奴が戻ってきた時の対策も必要になる。奴は死んでいないんですか？いや、待った。キムは言った。このやりとりは知っています。思い出しましたよ。アイデアは死なない、でしたっけね。